開、はい、運するにあたって玄関がめちゃくちゃ大切だって話だったんですけど、うん、昨日はそんな話だったね。はい。まあだから僕は強い気持ちを持って師匠にね8割手放すと割は、まあ、ずっとトラブル続いてたからね昭和、うん、早々トラブルが3つも続いて人生を変えたいとこれ変えないとこれまずいぞという,、ねうんうん、中で、まあ、師匠からそれはお前の家が汚いからだと。 はい、だから自分の家が汚いことと仕事のトラブルが密接に関係してるなんて夢にも思わないそうですね、うん、本当にそう思いますでもそれはお前関係しかない家の汚さが全てのトラブルの原因なんだっていうね、うん それはみんな思わないですよ思わない、はい、リ,リンクしないよねその家の汚さとさ、はい、そうです仕事のトラブルがさはいはい、はい、でも師匠はもう,もうそこはもう関係しかないって言われたからさやるしかないからもう強い気持ちを持って、はい、松本清志に行って百福炉でビニール袋100袋がスタートだって言われたからねはい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 だからもうビニール袋を買って強い気持ちを持ってもうエレベーターの中からもうビニール袋開けたのね あ、そうなんですねビニール袋開けたあのスーパーの袋からビニール袋を出して出してもうすごい強い気持ちははいい、そうですよねもう本当徹夜するつもりで行ったからははははいいいいもう今日は寝ないでやるって決めてたからはいはいはいで行ってだからもう玄関開けるときはさもう強い気持ちを持ってビニール袋開けてるからねううんんだから左手にビニール袋を持って右手で玄関開けるわけじゃんあそうですねそうなりますよねそうそうで何始めたかというとまず玄関から始めたんです どうしたんです玄関をで、玄関っていうのは、はい、やっぱりこの木木があるんだよ木目には目にはこの木ってやつがあるんだけどもこの木ってやつは大きすいきさっき四季って4つの木があるわけだよ<お>大きすいきさっき四季はいはいはい大き水いきさっき劇団四季っていうのが4つあるわけだよえっ本当です最後のだけミュージカルじゃないですかミュージカルチームじゃないですか日本指折りのミュージカルチームですよウィキッドですかライオンキングですか 一体何のの演目をしたんですか最後の式はそれで大きすいきさっき四っていうのは、まあ、玄関から大きいっていうのが入ってくるわけです、はい、玄関から大きいが入ってきてこの大きいというのが、あのー、僕たちの運気を上げてくれる気が入ってくるのが玄関だから玄関が汚い人はこの大きいが入ってこないあそうなんですよ、ね、<う>ええー、致命的じゃないですかだから玄関汚かったら大きいが入ってこないんだよはいはいはいつまり運気も上がらないそうだから師匠に お前玄関汚いだろって言われて玄関めっちゃ汚いですみたいなはいはい靴いっぱい入ってんだ下駄箱に開けてみろお前靴がいっぱい入ってんだろって延べつ幕なし入ってんだろって言われてはい入ってますはいはいはいもう全部いけって言われて全部いけ全部いけってえそうなんですねだ今今お前が履いてる靴もいけみたいなじゃあ靴ゼロに一回そう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 だからお前いいんだよってもうもう裸足の玄でいいだろお前みたいなええすごいですね うん、それからもうゲンって言われるようになってゲンって言われるようになってあっそうなんですよはいしばらく話し過ごしてる期間があったあのでも途中でびがヒロポンをやっちゃうんですよあの話のゲンのストーリーは全然知らないけどいやだからもう本当にそういう強い覚を持ってたから本当と玄関開けた時に左手のビニール袋開けて強い覚悟を持っていってだからもう本当に自分はもう靴履いたままはい本当に下駄箱開けてはい こう開けてはい開けて右手ブルトーザーだからさグワーってグワーってえっ大悟結構入ってましたね結構入っえっ大悟のところ何段ぐらいあったんですか4段ぐらいあったあ4段あったんです4段あったもうグワーとあそうなんですよいやじゃあ4ブルトーザーしたそうそうそうほんとにねもう僕の中でも切羽詰まってるからやんないとさもう変わらないしかも玄関から気が入ってくる大きいっていうさ僕たちの 気が入ってくるってことは、玄関、まず玄関っていうのはあるから、とにかく一回全部出して、しななきゃいいけあー、なるほど、玄関、下駄箱、大掃除しなきゃいけないの。なるほど、汚いっていうのは、汚れてるもそうですけども、物が多いっていうのもあるんですだから、一番罪が重いのは、汚れてることじゃないんだよ、一番罪が重いのは、物で満ち溢れてるのが一番罪が重いんだよ。 えー、そうなんですかそうだからものを減らせって言われるわけええー、そうなんですよ、ね、だから一回ものを減らしてから掃除しろって言われたええー、だから掃除してからね捨てるんじゃなくて捨ててから掃除しろって言われたから今の話でいうと、うん、片付けの概念とか整理整頓の概念ないな,ないっすよねまずまず8割捨てるっていうねだって整理整頓なんてなんだろうしゅ 効率よく収納してるだけでだか収納術とか片付け術とか流行ってるけども、はい、あれ片付けられない人ってなんで片付けられないかって、うん、単純明快で物が多すぎるからだよ<ー>物が多すぎるがゆえに片付けることができないわけだよまず一回片付け術収納術っていうのは素晴らしいけども一、はい、回物減らしてからやろう。 あそうなんですね物を減らさないとだっていらないものいっぱいあるんだからまずそのいらないものを処分してから、ねはい、やっぱ片付けとか収納とかに行くべきなんだよねあ確かにそうですねだから整理術収納術っていうとも、うん、物を未来英語を持ち続けるためにどうしまうかみたいなそうそうそうだから本当そういった意味ではやっぱりねやっぱ使ってないものもたくさんあるし、はい、やっぱね下駄箱なんか開けたらもう履かない靴いっぱいあるからねそうですよねそうだから一回僕はねそのもう捨てたけども、はい、やっぱり 一回全部出したも一回全部殻にした。一回全部殻にして、で、あの雑巾固く絞ったやつ。でやっぱりその師匠からも塩水って言われたから。はいはいはい。バケツに水入れて、塩入れて。塩入れて。で塩のパーセンテージ。三パーセント。あ三パーセント。水に対して三パーセント。そうそう。でもそれ別にストイックしなくていいけどね。はいはいはい。でも本気でやるんだったらそんぐらいしてもいいってことですね。そう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 ああそうなんですね。固く絞っ

どう外行けないじゃん行けない行けないからいいや履いてる靴だけは残してでも、ね、師匠から靴っていうのは本当に大事なんだって、うんうん、もう運気上げていくのに靴は本当に大事だと、うんうん、もう運気高いですよ靴見てみろみんなピカ,ピカピカだぞって言われてねお前靴磨け言われてもう本当靴っていうのはその運気を上げる大切なツールだと、うん、だからその靴も しまうときには必ず靴の裏を拭けって言われたんだねああそうなんですね、うん、だから一回家帰ってきたら靴の裏拭いてから下駄箱入れろって言われたからねはい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 これなんでですこの靴の裏には何いやあやっぱいろんなねあの行っちゃいけないところとかやっぱ邪気とか踏み散らかしてるからねあそうなんですねそうん、いった意味でだからその下駄箱にその邪悪なものを入れないってことだよね、はい、あーだってせっかくピカピカにしてますもんねそうだからそこで師匠にあとはそこに人工芝引けって言われたのね、はい、あー そうなんですね<う>これが言われるラグジュアリー下駄箱の,駄箱の始まりだよね期限なんですねそうそうそうへ、えーそうなんだそでそこにねあのー、まあその時はさもう初めてだからさはい、はい、人工芝なんか買ってる余裕ないからそうですよね、まあ、まず徹底的に綺麗にしてあと自分の島の靴だけどさ、はい、後ろ綺麗に拭いて、はい、うん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 、うんうん、であのー綺麗に拭いてまあ置くわけだよはいはいはいおんともう下駄箱綺麗だった なりました箱きれいになったあと下駄箱の上とかさだいたい下駄箱の上なんてのはべつまくましいろんなもの置いてあるから大よその時何が置いてあったんですか何だろうないろんなもの置いてあったよねああそうなんすねうんいろんなもの置いてあって結局いろんなものが散乱してるってことはさほこりがたまるんだよううううんんんんあれ何にもものがなかったらもう雑巾1個あればばってやったらもう終わりなんだそうですね一瞬です一瞬で終わるはい。 うん、でもそうするとさ生活感もないしさ寂しいからさ、うん、まあ別にいいんですよ、うん、置いちゃいけないなんてルールないから、まあ、好きなもん置いていいんだけども、うん、まあ僕の場合はとにかくもう玄関から、ね、その大きいが入ってくるわけなんだから玄関をきれいにしなければ人生始まらないから玄関の,その、ね、上にあるものをぶわってこれ、下駄箱に引き続き、うん、第5のブルトーザーが出てきた。 あそうなんですね、うん、もう全部入れたとそう全部ゴミ袋にだからもうそれで下駄箱周りは綺麗になるわけじゃないそうですねもうその時点で何袋か出てるんじゃないですか、ね、あもう三袋ぐらい出てるでしょあそうなんですね<ー>でやっぱり玄関にはさ、はい、もう傘立てもあ で傘も刺さっててさ、はいはい、もうなんか玄関いろんなものは散乱してんだよねああそうなんすねもう師匠から玄関には何も置くなって言われたからあそうなんですね何も置くなって玄関はもう絶対何も置くなって言われた、ね、はいはいはいあじゃあ靴の出しっぱなしもいけないしあ靴はもともと出しっぱなしにしないんだよ<あ>もうはる<そ>か彼方昔からの、はい、あの僕にうそういうね宇宙の法則を教えてくれた方が靴はもう絶対下駄箱しまいって言われてたからそこは守ってるから靴は何もない でも、傘立てとか傘立てとかもいろんなものが靴靴べらとかだからもう玄関周りをきれいにしろなんていう法則は聞いたことなかったからルール知らないから玄関汚いそうですよねうんだからそれも全部何も置くなって言われたからもうそれも徹底的に捨てていくわけさで傘なんかもさ気が付いたらさもう5本10本とかあるわけだよあのビニールのやつがビニールのやつがさ大量にあるわけそうですよねはいもうそんなのもさもう全部ゴミだよねああそうですね あの結構、あのビニールのやつ、あの金属っていうか、あの金属のパーツと、うん、ビニールの部分で分けなきゃいけなくて、大変だったりするんですよね、だからそれがオックで捨ててない人も結構いるんじゃないですかね、だからもう仕方ない、もうそのもうも捨てなきゃいけないから、そうですよね、もうそんなこと言ってらんないから覚悟を決めて、やってほしいですよね、だ僕の場合、もう時間ぐらいああ、そっか、大悟はもう、本当に今晩中、もう明日もうね、本当にもう、本当にもう、もうこの限られた時間の中で、もう一瞬で終わらせたいから。そうですよね だからもう悩んで暇ないの。そうですよね。だからもうそれで、ね、その玄関ものなくして。はい。であとはもう雑巾でさ、うん、あの磨き上げるんだよね。え。 玄関今拭いてるのは玄関の床の部分。玄関の床。あ、靴脱ぐところ。叩きって言われてるところですね。そう、そこ徹底的に磨くのさ。はいはいはい。で玄関徹底的にきれいにしようって言われたから、今まで一回も拭いたことないさ、その玄関のさ、開けた時のこのなんていうのこの開けた時のこのなんていうのこれああ。今まで掃除したことないのここなんか。うんわかりますあの金属のパーツですね。そうそうこの玄関のフレームになってる。そう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 。そうですよね。あれとか拭いたことないね今まで。玄関のドアの部分じゃなくてあのドアが入ってる穴の ところですねそうあと玄関のその扉の上とか拭いたことないよ。ああ、そうですねだってあれ、見ることすらないで、上を見ることすらないんで、どのぐらいほこりたまってるかわかんないですよいや、もうほこりすごい、もう。そうですよね。すごいたまってて、だからもう徹底的にその玄関周り、ははいいほこりイコール邪気言われたからね、それはやらなあかんなと。ということは徹底的に、ははいい1時間ぐらいかけても磨き上げて玄関も終了だよ。ああ、1時間。 物を手放すのに、まあ、何十分かかかって、うん、あともう磨き上げる磨き上げる、うん、もう1時間ぐらいで玄関しあそうなんですそれぐらい玄関はまず一番初めに手をつける、うん、必要あっそれは僕の場合はねですよねうんだ僕の場合もなんか家に上がっちゃったらなんかはい なんか邪気にやられてちょっと今日はいいかなみたいな弱気になっちゃうちょっと明日から始めようかなみたいな邪気にやられる可能性があるからだからもう強い決意を持ってまずもう靴脱がないその玄関からっていうねああそうですねいやでもやるならそんぐらいの決意を持っていやそのぐらいの決意がないとね終わんないんだよねそうっすよね悩んでたら終わんないんだなそうですよねだから本当強い決意を持って僕はやったよねはいだから本当と1時間ぐらいで玄関玄関完了 じゃあ本気でやったら1時間で終わるってこと終わるですよねだからよそれどのぐらいの汚れてるかによって変わってくるけど、ね、あそうですね物の量とかそういうの、ね、に、うん、変わって、うん、でもそれでもまあ集中面積が狭いじゃないですかそ,ももそうだねでも集中してやったらやっぱりその一番早く終わって、うんうん、しかも費用対効果っていうか 運気が入ってくる場所大きいが入ってくるからもうこれをやるしかないなってことですねだからまずは玄関と思ってねそうですね2021年もうなんか早速出だしからふんだったなっていう方がいるとしたらまず徹底的に玄関玄関大きいが入ってくるからねはいやってほしいですねやってほしいですねはいそれで2021年を最高のものにはい大分した生活を送ってほしいですもんねはい ご覧いただきありがとうございますありがとうございますコメントチャンネル登録高評価ボタン <laughs> 高評価ボタンなんでかかけてくれですか <laughs> 練習と違うじゃないですかなんでなんだなんでだ登録してねよろしくお願いします YouTube をご覧いただきありがとうございますありがとうございますこのチャンネルではさまざまな開運情報やどうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますのでもしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたしますチャンネル登録ここ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 一周回っちゃってるよこれ何周回るんですかということでチャンネル登録をよろしくお願いします